Thank you.
キリストイエス様、風の教会をありがとうございます。あなたの賛美をありがとうございます。霊と誠の宇宙礼拝をありがとうございます。今日ここからあなたの愛と癒しが全地に響き届けられますように。そして特に今日覚えます、大雨によって水害に見舞われている能登北陸地方のその地を、方々を特別に憐れんでください。その人々と共に、その地と共に、その痛み悲しみと共に、私たちはこの風の教会にお呼びして賛美いたします。どうかあなたの願いがこの地に、癒しが愛がなりますように。私たちの主イエス・キリスト様の御名によって御前にお捧げします。アーメン。おはようございます。私は関東地区、地区でスタッフをしている白渦節子と言います。と、今日はこの宇宙礼拝の中でイエス様が私に、それから家族に、それから私に連なる親族にしてくださった癒しを語らせていただきたいと思います。私の父は長崎五島列島の出身で、先祖は隠れキリシタンでした。父は島を離れて整体師になりました。そこに弟子入りをしてきたのが私の母です。母は盲人でした。母の父、私のおじいちゃんになりますが、大酒飲みの女遊びの激しい人で、性病にかかってしまい、その時に生まれたのが私の母でした。で、その性病が原因で、私の母は中途でしたけれど、20歳の頃に目が見えなくなったそうです。父と母は結婚をしないままに4人の子供を授かりました。父は他に所帯を持とうとして何度もお見舞いをしたそうなんです。母は目が見えなかったので、父は障害のない人と結婚したかったんだと思います。母と父の間の4番目がとして私は生まれました。で、母は私を身ごもり、お腹が大きくなるまで父は私が生まれてくることを望んでいなくて、何度も母の手を引っ張って病院に連れて行こうとしたそうです。でも母はこの子は産まないかんって言って頑張ってくれたそうなんです。で、父はその最後の女の人に結核を移されて、母のところに落ち着いたそうです。その時に父は母に、キリストの神は愛やって言ったんだそうです。でも母はその時、何倍今更いいよとかってやり返したそうなんです。その後、
父は神様のことを一切語らなくなったそうです。でも、父はその自分の思い通りに生きたくて島を離れて身を立てたかったと思うんですよね。でも結核にかかってしまって、そして神様にその救いを求めて、そしてこのキリストの神は愛やっていう言葉を神様からいただいたんだと思います。私の記憶の中にある父は、毎晩夜私をお便所、おしっこに連れて行くために外にお便所がありました。そして私が用を足している間、父は地面にひざまずき、両手を地につけて天を仰いで祈っていました。私はそのお便所から出てくるとね、その父の周りを、父の祈りが終わるまでくるくると周りを歩いていました。その時のその静けさというのを今も忘れることができません。と、私は学校に行くようになると、母が目が見えなかったので、他の友達のようにお弁当を持って行けなかったり、また友達の家に遊びに行くと、その友達のお母さんが私の家の事情を遠回しに聞いてきたりしていました。そんな家庭か、環境の中で、私の兄はグレルっていうのか、不良に、思春期になりました。でも私はっていうと、皆の模範になるような生徒でした。で、卒業、中学の卒業式の寄せ書きがありますけど、そこに、友達はみんなありがとうとか、また会おうねとか、そんな言葉を書いていたんですけれど、私はそこに自分に正直にと書いていました。で、その時はなぜそんなことを書いたのか分かりませんでしたけど、そんな環境の中で、やっぱり自分を保とうとして頑張ってしまって、崩せないプライドのようなものを持ってしまったと思います。私は誰からも嫌われないようなにして、人一倍人に気遣っていたことを思い出します。で、私がこの群れに導かれたのは、今天で働き人をしている高田明美さんと出会ったからでした。この群れに来る前に、私は明美さんと同じ教会に通っていました。ある日、明美さんは突然変わりました。もともと明るい人だったんですけれど、その明るさっていうのが、やっぱりちょっとそばにいて疲れたんですよね。でも、すごく変わったその時の明美さんっていうのは、そばにいて嬉しいっていう、そんな明るさに変わりました。
それでその理由を聞いたんですね。そうしたら光子さんという人に祈られて、まるで赤ちゃんが生まれる時のような声で天井を突き破るほどの大声で泣いたんだそうです。で、明美さんは礼拝の中などでも言っていたんですが、自分は捨て子だっていうことでした。もう文字通り明美さんは光子さんに出会って生まれ変わったんだなって思いました。そしてこの明美さんについて私はこの群れに来るようになりました。そして私も光子さんに祈られる機会がありました。光子さんは私に、お前の痛みはよくわかっている、あるがままでいいんだよって言われたんです。私はそのあるがままっていうのがもうさっぱりわかりませんでした。自分も人も変わっていかなければいけないって思っていたんです。でもその時の光子さんの瞳というのは、イエス様の瞳だって。私はよくイエス様のことをその時は知らなかったですけど、これはイエス様の瞳だってすぐに分かりました。私はそれから天の賛美をたくさん浴びるようになって、もうここにいるだけでいい、他に何にもいらないっていう喜びを知りました。明美さんのようには劇的なその癒しの体験っていうのはしなかったですけれども、この天の賛美の中での癒しというのは本当に大きかったです。ここで、あなたに出会えてよかった、あなただけで十分ですのアレルヤを賛美したいと思います。Thank you.
癒しが進むほどに自分の中に喜べないものが見えてきました。消えてしまいたいというような悲しみがつきまとうようにつきまとっているのに気がつくようになりました。こんな暗い思いを抱えているのはどうしてだろうってイエス様に聞いていました。すると正直になりなさい。祈ってほしいからだよ。そんな答えが返ってきたように思いました。解き明かしをお願いします。お前は悲しまなくてよい。悲しむために生まれてきたのではない。私を喜ぶためにお前は生まれてきたのだよ。その悲しみはお前のものではない。私が取ったのだから。2022年2月の癒し礼拝のことです。私は実習でこの風の教会に来ていました。これからは三津子さんという人の特別の賜物に頼るのではなくて、キリストの体で継ぐと言われた働き人による癒し礼拝の初めての時でした。キリストの体に一つということを思っていると、自分の中に外に対してどうにもならない壁があるのを感じて、私は初めて神様に自分の生まれた環境、育ちを怒りぶつけました。すると、癒したかったからだよ。優しい声が響いてきました。涙があふれました。そうだった。私の生まれ育ちの全部が丸ごと癒されるため、そして連なる人たちが癒されるため、みんなみんなとこのキリストの体で一つになるためだったって改めて気づかされるようでした。その時私は、私をあなたの願いのままに癒してください。そう祈りました。私はこの日、街道に入るなり、号泣して涙が止まりませんでした。これは神様の喜びだ。私たちの喜びだって、胸がいっぱいになりました。自分の中に閉じ込めてきたって思えるところに、たくさんのたくさんの人たちが連なっているイメージが湧きました。礼拝が始まると、私はイエス様の足元にひざまずいていました。その時に、賛美された、そうしてあげようを歌います。これは、雷病人がイエス様に願った祈りです。雷病というのは、当時、罪人の病気だと思われていました。賛美します。
この時、先ほど言ったおじいちゃんが私のそばにひれ伏しているのを感じました。母は70の時にイエス様を信じるようになったんですけれど、この母にイエス様が出会ってくださったことを、このおじいちゃんは本当に喜び、ひれ伏してイエス様に感謝しているんだってすぐに分かりました。それまでの私は、このおじいちゃんっていうのが本当にだらしがなくて、諸悪の根源だって思っていて、もう思い出すのも嫌だったんですね。考えたくもなかったんです。でもそのおじいちゃんがイエス様のもとにひれ伏しているって、それが分かった時、もう本当にイエス様に許しを受け、癒しを受けたおじいちゃんのことを、私もこの時完全に許せたっていうことが迫って、本当に嬉しかったです。この時、父方の血筋にこの癒しが通ったっていうのか、そんなふうに感じました。私もこの時深い癒しを受けました。そしてこのおじいちゃんのそばでいつも泣いていたというおばあちゃんと、それから私の母とが並んでニコニコしている、その顔が浮かんできたんですね。そしてそれだけではなくて、そこには大勢の大勢の人たちがイエス様の身元に来て集まって喜んでいるというのか、礼拝しているというのか、その様子が浮かんできました。この響き合う賛美の中で、数えきれない人たちの癒しがなり、そして和解がなるのだと思いました。この時、宇宙いっぱいのイエス様が見えるようでした。解き明かしをお願いします。祈る者も祈られる者も一緒に癒される。呼ぶ者も呼ばれる者も癒される。立体賛美の中で愛を見るだろう。立体賛美の中で神は愛であることを見るだろう。私はこうして癒しを受けていたんですけれど、十字架の道を歩むっていうのは厳しい道のように思えて、恐れがありました。すると主が、賛美は怖くないだろう、賛美は私の十字架だよ、もうお前はその死に預かっているんだよ、そう言われたようでした。そうだった、私は賛美という軽やかな荷を負っていたんだって、イエス様が一緒に響き合ってくださる、そして主と共にみんなと一緒にこのよみがえりの命を喜ぶ賛美に預かったんだって、そう迫ってきて本当に
嬉しかったです。こんなすごい賛美に呼ばれて本当に目が覚めるようでした。ここで響き合うアレルヤ賛美します。Thank you.
祖父の癒しに続いて、父の生まれ故郷に先祖に癒しが届いたと思いました。そして大きなことが語られたと思いました。キリストの神は愛や、父にそう告白させてくださった言葉が改めて迫ってきました。この静かな告白は、この宇宙礼拝の時に父は代表にされたと思いました。先ほども言いましたが、私の先祖は隠れキリシタンでした。隠れて信仰を持ってきた人たちは、人に言えない痛みや悲しみ、そして神様に対して怒りさえも持っていたのじゃないかと思います。そのすべてを知っておられる神様は、それらの痛み、悲しみに引き換えて、神は愛なりという賛美の衣を着せてくださって、そして本心に立ち返らせてくださったと信じます。もう一つ、父は女の人に移された結核で亡くなりました。父にあらかじめ、キリストの神は愛や、そう神様は告白させてくださっていました。神様は罰を当てる神様ではなかった。意地悪な神様ではなかった。目の前が思い通りにいかなくても、どんなことを見たとしても、それらを追うキリストの神は愛という贖いの絶対の愛の霊の事実が証しされるためだったと思います。だから私たちは神は愛であると賛美していきます。父の受けた癒しに感動します。私は父のことが大好きでした。二十歳の頃に母が父の生まれや、また母が私を妊娠したことを拒んだこととか、そして何度も女の人とお見合いをしたことを私に言ってきました。私は大変ショックを受けました。そんなこと本当に聞きたくなかったし、もう一瞬は怒ったんですよね。でもそんな思いも、私が幼かった時に毎晩天を仰いで祈っていたその父の中に、私の感情は吸収されていきました。そしてキリストの神は愛や、その言葉を残してくれた、そのことにすべてが帳消しにされたと思いました。それどころか、父の人生は本当に良かったんだと思います。私も
父の子でよかったって思えます。御言葉をお願いします。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためである。ヨハネ3章16から17節。ここで God is love とデウスカリタスを賛美します。God is love.
神様の絶対の愛に私たちをこの宇宙礼拝の癒しと賛美に呼んでくださったことを本当に心から感謝です。2008年風の教会が立った翌年、私は母を連れてこの風の教会に来ました。クリスマスイブとクリスマス礼拝に出るためでした。母は大腿骨を骨折して入院し、そして退院してから10日目だったんですけど、母のたっての願いでした。芦屋駅に降り立った時、よう来たって天から父の声が響いてきたように思いました。ピーター先生、美津子さんに祈られて、私の喜びと言われました。今この言葉が、お前は私の愛、私の愛を歌うもの、私の新しい歌って、そんなふうに言ってくださったように受け取れて嬉しいです。と、母はこの日すごく興奮してしまって、明け方まで眠れなかったんですね。母には聖書の知識がもう本当になかったんです。でも美津子さんのテープを初めて聞いて、この声は誰ね、よか声しとるがって言ったんです。そしてまたある時には、母は近所の教会に所属していたんですが、うちんとこの教会は幼稚園やが、あんたんとこは大学生やっていうので、本当に驚きました。嬉しかったです。2011年東日本大震災の起きた3月、母は余命幾日もないと医者に告げられて、私は病院に駆けつけました。被災した人たちのかわいそかっての開口一番に言ったんですよね。そして夢うつつの中で、真っ暗かところで万歳しと人のいっぱいおるがっていうふうに言いました。その時私はその意味がわからなかったんですけれど、亡くなった方たちにも神様の癒しの光が届いていると受け取るようになりました。母はそれから40日して天に帰りました。パテル・ノステルの CD をかけながら、私は母の遺品を整理していました。そのパテル・ノステルの賛美の響きの中で、神様は母を花嫁として、響きをそのバージンロードのように響かせてくださったって、なんかその静けさのシーンとした中で、私はそう感じて本当に恐れ震えるようでした。母の死因はタバコの吸いすぎの肺がんでした。若い頃に、若い頃といっても結婚し、私の幼い頃でしたけれども、近くに米軍の基地があって、兵隊さんからよくタバコをもらっていたようなんですね。それを吸って、私の目にはもう母は畳の上でゴロゴロしているように見えていたんです。
でも神様はそんな母を本当に初めから終わりまでその愛で見守り通し続けてくださったと感謝が改めて湧きます。最後のベッドの上では髪の毛のボーボーの人のおる、足元は青か海じゃろうって言ったんですね。私は聖書の黙示録にある御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった、その言葉をすぐに思い出しました。そして興奮しました。母はこの地にいながらその御座の前にいる、天と地に境目がないと思いました。このことは今多くの天の人たちがこの地の私たちに一つとなって御座の前の礼拝をに共に預かりたいと迫ってきてくれていると、そう感じて嬉しいです。とここのところの賛美をしますが、四つの生き物という言葉が出てきます。これは私たちは四つの生き物となって賛美せよと美津子さんを通して語られています。賛美します。
私をあなたの願いのままに癒してください。そう祈ったこの祈りは、自分の良いところも悪いところも、私のすべてが主の前に来ることでした。それがあるがままを愛してくださった神様の愛だと知りました。神様の憐れみの前に出続け、私の弱さに満ちてくださる主に一つに、すべてのものと一つに響いていきたいです。私はやっと自分に正直になれたような気がします。正直になり続けたいと思います。中学時代のその寄せ書きに書いた、自分に正直にと書いた、そのことが今叶えられているかなって思えて本当に嬉しいです。ここで献金の賛美をしたいと思います。とこれから歌う賛美は、私のすべてをあなたに捧げますと歌います。私のすべてを捧げるなんて怖いって思いますけれど、私のすべてを捧げ尽くしたいっていうのは私たちの本心ではないかと思います。歌詞は、私のすべてを、すべてはあなたを褒めたたえると歌います。私が切り捨てたかった、受け入れられなかった、それらのものすべてが神様の賛美とされて、私丸ごとの神様への感謝、喜びとしてくださいました。なんていう癒し、贖いの愛かと思います。Thank you.
キリストイエス様、あなたの響き合う賛美に呼んでくださり、この癒しに呼んでくださり、ありがとうございます。あなたを永遠まで永遠まで褒めたたえます。内側の正面から向き合うことのできない、そんな傷ついた心に行いを自分で正しいとカバーしてしまう、そんな弱さに、また自分を責める心に、多くの多くの固くなな心に、あなたの十字架の癒しと許しが、愛が時を超え場所を超えて届いたと信じます。あなたの憐れみに心から感謝して御前にお捧げします。アーメン。家庭環境が複雑だったために不良になっていた兄ですが、その後イエス様を信じるようになりました。そして姉は今バリバリの仏教徒なんですけれど、この宇宙礼拝の贖いの賛美の洪水の中にもう飲み込まれているって信じます。キリスト教が解禁になった今でも、父の生まれ故郷ではなお自分たちの間で受け継がれてきたものを守り続け、隠れていることにこだわっている人たちがまだいるようです。その人たちの痛み悲しみにも神様の癒しが届いたと信じます。私たちは光のことされました。キリストにある解放と平安とがなりますように、キリストの愛に一つ、その喜びが私たちすべてのものに、作られたものになりますように、ここにすべてが帰ってきますようにと願います。最後に、今最も痛む戦いのうちに、地震を起こそうとするマグマに、そして傷んだ地球環境に、丸ごとこれら主の前に招いて、すべて作られたものとともに賛美を捧げしたいと思います。Thank you.
また私は天と地、地の下と海の中にあるすべての作られたもの、そしてそれらの中にあるすべてのものの言う声を聞いた。御座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力とが世々限りなくあるように。我らの主イエス・キリスト様の御名によってこの礼拝をお捧げします。アーメン。